は日本の第87.8889代内閣総理大臣、小泉純一郎の母。また、小泉又次郎の娘、小泉純也の妻、小泉孝太郎、小泉慎次郎の祖母でもある。神奈川県横須賀市出身。父は小泉又次郎、母は石川発又次郎は、精細直おの間に子供がなかったので、石川発が吉江を産んだ。 又次郎によると、誰の腹でもいいから、自分の子供は持っておくものだねという。吉江は、1929年に本女子大学の家政学科を卒業した。父、又次郎が幹事長を務める立憲民政党の事務職員だった、サメシマジと知り合ったが、又次郎から結婚を反対されたため駆け落ちし、東京、青山の同巡会アパートで同棲を始めた。純也が、 第二子になることを条件に許され、又次郎の元へ戻った吉江と淳也は三女次男を設けた。2001年10月30日、呼吸不全のため、神奈川県横須賀市内で死去。万九十三から九十四歳没。吉江について、又次郎の幼女だった近藤都子によると、気に入らないとすぐに絶縁するんです。絶縁が大好きなの。でも人がいいから。 大抵自分の肩から折れてくる。やはりお嬢さんですね。という。ありがとうございます。